それではこれから計算基礎学1の第10回の授業を始めます。まず前回の授業のまとめです。前回は拡張ユークリッド誤助法の性質でまた続きの解説を行いました。後半ではその拡張ユークリッド誤助法もしくはユークリッドの誤助法の応用としまして、有理数の連分数展開の計算とそれから無理数の連分数基準の計算の手法について紹介をしました。で今回はですね、拡張ユークリッドの誤助法の応用として、よく使われるものの中で、中国常用三法を紹介していきたいと思います。というわけで、この中国常用三法なんですけれども、テキストですと、第 4.8 節ですね、63ページからありますので、必要な方は一緒に見ながら進めてください。これ今回 その中国常用三法というのは中国常用定理に基づいたアルゴリズムです。で中国常用定理については、数学類では2年のですね代数入門などの授業で取り上げられたかもしれませんけれども、一応復習がてらの定理の方も紹介していきたいと思います。まずここではその R をユークリッド正規としまして、N と A と B を R の源とします。で、ここで考えますのは、線形合同式ですね、AX が N を項として B と合同であるという、この線形合同式を、X について解くという問題が基本になっております。で、さらに、今回の計算で中心になるのは、この連立線形合同式を解くという問題です。ここでは、その N1 から NK というのを R の源として互いに素であるとします。それから A1 から AK が R の源であるときに、この AI と NI に対してですね、次の条件を満たす R の源 A を求めましょうというものです。で、その条件とは、A が AI と NI を項として合同であると。そういう関係ですね。例えばこれ、R と例として整数感を取ってみますと、その A を NI で割った乗与が AI に等しくなるような A を求めましょうという、そういう問題になります。で、一応その定理ですね、そういう問題が解けるという定理が、テキストですと定理 4.62 の中国常用定理です。一応、この定理の主張、設定と主張をもう一回確認しますと、その N1 から NK は R の源で互いに素です。そして、A1 から AK は R とします。で、この時に次のことが成り立ちます。まず一つ目は、R の源 A が存在して、A は NI を法として AI に合同であると。この式ですね、この式が成り立つということですね。で、2つ目は、その解の一致性に関する性質で、もし A'、R の源 A' がこの合同式、1番の合同式の解であるならば、あるときですね、その同時な条件として、その A' と A が N を法として合同であるという性質があります。ここで N というのは、最初に与えられた A 法の N1 から NK のですね、積ですね。ですので、その解は N を法として一時的に存在するということも言えます。ちなみにちょっと余談なんですけれども、何年か前にですね、僕のところにその中国からの留学生の博士課程、博士の前期と後期でいました。で、その留学生の人にですね、この中国常用定理って中国って何て呼ばれてるんですかって聞いたら、やっぱり中国常用定理って呼ばれてますっていうようなことを言ってました。で、あと、その中国常用定理がもともと中国ではそのどういう発祥だったかっていうのを聞いてみたんですけれども、その彼が言っていた一つの例と問題の例としては、その軍隊のですね、兵隊を並べて人数を数えるときに、その多分中国はたくさんいる人がいると思うんですけれども、それでこうその一列に並んだ時にこう若干こう一列の人数が
多かったり少なかったりするときにこ う, うまくこう人数を早く数える方法としても使われたというような話があるんだそうです。はい、それではこの中国女定理 の, その証明ですね。とここではその、まあ、代数での証明というのもあったと思いますけれども、ここではそのこの計算機数学の、まあ、流儀に沿ったあの証明ですね。具体的には拡張ユークリッドの誤乗法を使ったその構成的な証明を紹介します。でこの定理の証明にあたっては次の性質を満たす E1 から EK が存在することを示すとこの目的となる A が計算できるというものです。でその EI というのはどういう性質かというと、これですね、その、まあ、NJ 与えられた N1 から NK で割った乗与を考えるんですけれども、その、まあ、J イコール I すなわち NI で割った乗与はまあ、1ですよと。で、NI 以外の NJ では全てでこの EI というのは割り切れますよと、まあ、そういう EI がですね存在することを示します。まあ、この式をですね一応まあ、ダブルスターというふうにこう番号をつけておきます。でまず先にですねこのダブルスターを満たすような EI が得られたならば、その A がどうやって得られるかということを述べますと、このような形ですね、 AI×EI の積の和を取ってきて、これを A と置けばいいっていうんですね。そうするとこの A を NJ で割ったときっていうのは、この、まあ、AJ、EJ のところだけが乗与が残ると。でしかもその EJ を NJ で割った乗与は1ですので、この A を NJ で割った乗与は AJ になるということが言えるというわけです。ということでこの先ほど出しましたこのような性質を満たす EI が存在する、まあ、もうちょっと具体的に言うと計算で構成できるということを示します。でその今言ったですね EJ の作り方ですね、これはその手順なんですけれども、まず N を N1 から NK の積とします。でそれに対して NI のスターというのをこう N を NI で割ったものとするわけですね。でそうしますとこの N スター I スターというのはその、NI 以外のですね N1 から NK の積ということになります。まあ、こういう形で表せるわけですね。でまあ、定理の過程からその N1 から NK というのは互いに素でしたので、NI と NI スターもまあ互いに素です。でそうしますと、まあ、この授業でですねその方逆元の計算というのをやったんですけれども、その NI を法とする NI スターの逆元が存在して、しかもこれは拡張ユークリッド誤乗法で計算可能です。でこれこの逆元をですね TI と置きますと、TI というのは次の合同式を満たします。NI、TI というのはこの NI スターの情報の逆元ですね。 NI を法とする情報の逆元ですので、 TI×NI スターが NI を法として1と合同であると、そういう合同式が成り立つわけです。でこの時にこの TINI スターをですね EI と置きますと、この先ほどのダブルスターの式をこう満たすっていうことなんですね。これちょっと確かめてみますと、その、まあ、J イコール I の時、すなわち NI で割った時にはこの TINI スターっていうのは1に合同であるというのはここの部分ですね。それから、NI 以外の NJ で割った時の乗与はどうなるかっていうと、この NI スターに NI 以外のその N1 から NK の因子が全部因子として含まれていますので、これ NI 以外の NJ で割るとこの TINI というのは割り切れるわけですね。それはまあ、0と合同であることを表しています。ということで、まあ、この形のその TINI スターを作ればよいということになるわけです。まずはここまででその、まあ、条件を満たす解 A の存在が示したことになります。
で、次にその解の一致性の証明がこちらにあります。まあ、N を法とする解の一致性なんですけれども、じゃあ、A プライムをですね、別の解としてみましょう。で、そうしますと、この I が1から K に対して、まず次が成り立ちます。次が成り立つのはこの合同式ですね。A、まず A と NI は、あ、ごめんなさい、A と AI ですね。A と AI は、NI を法として合同だったんですけれども、これ A プライムも同じくこの連立線形合同式の解ですので、A プライムも ANI を法として AI と合同であるということが言えます。で、このことから、その A と A プライムっていうのが、まあ、NI を法として合同であるということも言えます。で、これをその合同式の定義に従って書き換えますと、この A と A プライムが NI を法として合同であるということは、その定義から A マイナス A プライムが NI で割り切れるということを言っているわけですね。これは定義なんでその通りです。で、次のポイントなんですけれども、N1 から NK というのは互いにそうだっていうのを使うとですね、この関係式をですね、N1 から NK の積に拡張することができます。各 NI に対して NI が A マイナス A プライム割り切るということは、N1 から NK は互いにそうですから、その N1 から NK の積でも、この A マイナス A プライムが割り切れるということがわかります。で、この関係をですね、また合同式で表すと、これっていうのは結局何を言ってるかっていう、合同式で言えば、その A と A プライムが N を法として合同であるということを言ってるわけですね。それで、まあ、このようにして、その、N を法とする解の一致性も示されるということです。ここまでが今回の中国剰余三法に使う中国剰余定理の構成的な証明です。よろしいでしょうか。